こちら今新岐阜駅、まあ、車両基地のすぐ隣接する JR の駅なんですけども、こちら新岐阜の次の岐阜駅が終点ということになるんですけども、こちらは東北本線のですね、支線ですね、枝線になってまして、岩切駅から岐阜駅までの東北本線の枝線というところですね。あちらが終点の岐阜と、まあ、もともと東北本線、昔はですね、ここが、まあ、本線で、まあ、昭和何年ですかね、枝線になったんですけども、まあ、その前は、こちらが小田、一ノ関方面に、つながっていたと、まあ、それこそね、蒸気機関車が走ってた頃、っていうようなね、話も聞いたことあるんですが、今はね、もう岐阜駅がこちらの枝線の終点ということで、なっているようです。でこちら新岐阜駅の方は、まあ、JR の職員の方が、通常ですね、乗り降りする駅ということになっているようです。車両基地のお祭りのために今日は臨時列車がたくさん走ってるんですけど、なんで、まあ、多少ダイヤも乱れてるみたいですけど、まだいるね。まあ一般の利用者さんもいるんで、車両基地祭りだけじゃなくてね、まあ、通常の利用客もいるかと思いますので、まあ、学生ね、高校生とか、あ、制服、高校生いっぱいいますね。今学校よりかな、ね、部活どうでしょうか。あれ始まりかな、終わりかな。終わり終わりか、もう帰る、帰るかな。まあ、リフ高校、ね、地元リフ高校の生徒さんじゃないでしょうかね。はい、到着です。はい、ここに着きましたよ。降りますよ。着きましたよ。左です。